そこ、はい、どうも、アイメロンです。一気同戦エクストラバースト、本日もやっていきたいと思います。今日から、イベント後半戦ですね。イベント名が、幻想のいざない、フェアリーファンタジーですね、の後半戦がスタートしました。後半戦のピックアップキャラは、ケイちゃんとなっております。では見ていきましょう。はい。ビジュアルこちら。まあ、イベントページでね、すでにビジュアルは見ていたんですが、いやー、いいですね。まあ、なんだかんだね、結局こういうシンプルなのが一番いいんですよね。はい。変に木を照らうよりも。いやー、今回のケイちゃんかなり太ましいですね。全体的にムチムチで。いやー、素晴らしい。だってもうこれでね、エルフ耳なんてつけたらもう、あっち系のね、作品の主人公ですからね。いや、いいっすね。ちょっとバーストしたらどれぐらい、ね、チャージしてくれるのかもすごい気になりますけど。はい、ビジュアルはもう、文句なしですね。お性能良かったらぜひとも取りに行きたいんですが、さあ、今回のケイちゃんはじゃあどうなってるのか見ていきましょうか。ラブリービクシーケージュ。光属性の武器が精霊で光栄となっております。スリーダースキルが、いたずらしちゃいます。バトル開始時に EP プラス170。光属性投資のスキル2の CT を 15% 短縮。試合のマックスで、バトル開始時の EP プラスが420。光属性投資のスキル2の CT を 36% 短縮となっております。通常スキル1つ目が、後期の雫。60秒間パーティーの開始率を 20% 上昇する。追加効果、対象に光の紋章を1つ蓄積する。上限10。2つ目。夢見草のいざない。20秒間パーティーの行動間隔を 25% 短縮する。追加効果自身に光の紋章を1つ蓄積する。2回目以降行動間隔短縮が 30% に向上。3つ目が、マッシュライト。光の紋章、余ダメージ、会心率、連撃率上昇効果、行動間隔短縮効果のいずれか1つを消費する。敵一体に威力 500% の光属性攻撃を1回行う。特性、このスキルによるダメージは最大3万となる。追加効果、全体の中から味方1人の HP を回復する。回復量は勝者の回復力の 30% となる。エクストラバーストがミスティックリレイ。すべてのパーティーの HP を回復する。回復量は勝者の回復力の 110% となる。追加効果、対象の SP を回復する。回復量、勝者の回復力の 3% となる。パーティーに光の紋章を1つ蓄積する。上限10。EP プラス500となっております。はい。今回のケイちゃんは光栄ですね。リーダースキルが、EP プラスと CT、スキル2の CT 短縮ですね。まあ、EP プラス要因としては420なんで、既存のキャラで言うと、前衛のモーちゃんかなと、同じですかね。まあ、モーちゃんのプラス420にさらにおまけで、今回のケイちゃんはスキルの CT の 36% 短縮がついてると。はい。いった感じなんですが、まあ、EP プラス要因としてだけだったら、まあ、既存のキャラで、すでに420以上のキャラが2キャラいるので、うん、まあ、あえて今回のケイちゃんを使う必要はないのかなと。なので、まあ、価値を見出すとしたらスキルには CT 短縮ですかね。はい。まあ、なので、リーダースキルだけ見ると、まあ、使うとしたらサブパーティーのダメランかなっていった感じですかね。はい。で、通常スキルは、一つ目が会心バフですね。CT と効果時間一緒なんで、SP 付きない限りは実質常時会心アップと。倍率は最大 30% と。うん。そうですね。まあ、最近のキャラで言うと、まあ、普通かな。まあ、常時かけられるっていうのが、まあ、強いので、
まあ、まあ普通ですかね。はい。続いて、二つ目が、行動感覚短縮バフですね。はい。効果量は 25% 固定。あ、固定じゃないか。1回目が 25% で、2回目からが 30% に上がると。リーダースキルと併用すれば、ここが最大 36% 短縮されるので、あと、効果時間、まあ、スキルレベル上げるか、もしくはね、効果時間延長の装備とか、併用すれば、まあ、頑張れば、常時行動感覚短縮もいけるかなって感じですかね。はい。で、2回目以降 30% に性能上がるので、まあ、1個目、2個目のスキル見る限りは、まあ、スコアタっていうよりは、まあ、ダメラン向きの性能ですかね。はい。で、3つ目のスキルが、まあ、紋章か、もしくはバフを消費して回復しますよ、と。まあ、なので、常に使えるわけではないので、ちょっと回復要因としては、ちょっと性能微妙かなって感じですかね。どっちかっていうとね、まあ、長時間のバフをかけて、まあ、殴って、トータルダメージいっぱい稼ぎましょうって言ったキャラですね。はい。で、EB が、HP と SP 回復ですね。あと、モーションもくれると。バフはなしですね。はい。まあ、なので、CT もちょっと短いので、まあ、燃費のいい HP、SP 回復バフを、まあ、ちょくちょく使うって言った感じですか？はい。まあ、なんかスコアッター向きではないですね、やっぱり。全体的に見ても、まあ、ダメラン。まあ、メインパーティーか、もしくはサブパーティーってとこですが、メインパーティーで使うにしても、既存のキャラと比較してね、まあ、特別ダメランで、すごい強いっていうほどの性能でもないですし、サブパーティーに置くにしても、敵へのね、デバフが特にないので、メインパーティー、サブパーティーに置いちゃうとね、メインパーティーへの火力貢献ができないキャラなので、ちょっと、使いどころがあまりないというか、難しいキャラですね。まあ、メインパーティーの光栄かな、ダメなんで使うとしたら。まあ、SP 回復があるので、まあ、それこそね、前半戦の提示そうされたね、SP 消費はね、野牛は結構多いので、スキルメインで火力を出して、さらにスキル2回発動のね、スキルもあるので、結構ガツガツ SP 使うので、まあ、そういったキャラのね、火力を落とさないためにも、まあ、今回のケイちゃんみたいなキャラと併用するのが、まあ、強いかなって感じですけど、逆に SP そんな回復してあげないと枯れちゃうみたいなキャラと一緒じゃなければ、特段今回のケイちゃんを使わなければいけない理由は見出せないかなって感じですかね。なんか遠回しに行ったけど。だからそれこそ無理やりケイちゃんを使う理由探しに行かないと、別にケイちゃんじゃなくてよくねって結構なっちゃいそうですね。これ見る限りだと。はい。ですね。すでにね、既存のキャラでね、汎用性の高い光光栄いっぱいいるんで、今パッて思い浮かぶんだと、まあ、馬食とか、あとは、加工園とか、もっと古いので行くと、バーストベースのお姉さんとか、もう最初期のバーストベースですね、お姉さんとか。ただ全然現役でね、まだまだ使える性能なので、お姉さんとかね、まあ、バフの効果時間は短いですけど、瞬間的にはね、結構強力なバフがありますし、あと SP 回復もあるし、さらにね、敵のヒダメージ増加も持ってるんで、ほんと汎用性高いんですよね。メインパーティー、まあスコアタのね、メインパーティーに置いて瞬間的に、まあ、バフをかけてくれる要因として置いてもいいし、まあサブパーティーに置いてね、
まあ、敵のデバフ要因として貢献したり、でダメラン、まあ、スクワットだけじゃなくてね、ダメランでね、置いても全然いいですし、SP 回復もあるからね。うん。後半 SP から出て火力落ちるってことも、お姉さん公園にいるとけばない、ないですし。うん。そう、高く、からね、既存のキャラで結構汎用性のね、高くて優秀なキャラがね、すでにいっぱいいるので、しかもコストも低いですしね。うん。コストが低いってことは、育成コストもね、その分かからないので。まあ、だから、これを取りに行く人、行った方がいい人っていうのは、ケイちゃん、今回のケイちゃん、このビジュアルも含めてね、まあ、強い思い入れのある人か、まあ、もしくは、無理やり理由付けをするなら、おまけの方ですかね。まあ、おまけの方、水属性中への転移と、まあ、火属性前衛の花公園なんですけど、学校園は僕持ってないので、ちょっと、あまり強いかどうかの評価、できないんですけど、まあ、少なくともテキスト読む限りは僕はあんま強くないと思ってるので、当時もスルーしたんですけども、中衛のね、水属性の転移の方は、こっちはめちゃくちゃ強いです。はい。まあ、なんだかんだね、時間も結構経ってるんですけど、実装されてから、未だにね、小型では、水の中衛最強格の一人なので、うん。この転移がいるとね、だいぶスコアタ楽できるのね、水属性は。うん、もし持ってない人であれば、ぜひともね、ここで取っておきたいですし、まだね、スキルレベルマックスになってない人だったらね、うん、重ねに行くでも全然ありですし。うん。まあ、重ねる目的だけだったら別に、ガチャで回さなくてもいいから。うん、まあ、回す理由にはならないかな。まあ、持ってない人かな。持ってない人、であれば、まあ、今回のガチャ回しに行く価値はある、ギリギリあるかなってぐらいですかね。はい。どれぐらいかな。けいちゃん目的では、正直性能面だけで評価したら、まあ回さなくていいかなって感じですかね。ここに流玉使うぐらいだったら、まあここはね、一旦温存して、まあ今後出るね、キャラに。回して、回した方が、僕は有意義かなと思いますね。はい。まあ、まだね、初めて間もなくで、光の属性の光栄がね、全然いなくて、って人であれば、まあ、ここで回すでもいいんですけど、まあ、一旦待ってね。まあ、美課金であれば、選べるね、キャラ選べるセレクトガチャとかを、まあ、課金、流玉で買って、で、バーストフェスのお姉さんでもいいですし、まあ、さっき言った馬食とか、加工園とかでも、うん、いいですし、そこら辺、取って育てる方が、まあ、コスパいいかなと思いますね。ガチャは結局、だいぶ運に左右されちゃうんで、まあ、そんなリスクを取るぐらいなら、セレクトガチャでね、確実に手に入れた方がいいかなって僕は思うので、だからまあ今回は多くほとんどの人はスルーでいいんじゃないかなって思いますね。課金者はともかく、まあ無理課金の人も、スルーかなって感じですかね。はい。なんで僕は今回はね、ちょっとスルーですかね。はい。じゃあ、キャラの評価ここまでで、あとはスコアタだけ見て終わりましょうか。私がお守りします。スコアタ、前回のね、野球の時でも見てはいるんですけど、前回はまだね、やってなかったので、はい。今の僕の順位が、何位ぐらいなんだろう。今回運よく超会心出てくれたんですよね。僕の構成は、あ、7位。まだ10位以内入れてますね。うん、もしかしたら、10位内残れるかもしれないですね。ちょっと無理かなって先週言ったかもしれないですけど、先週前回言ったかもしれないんですけど。はい。まあ、メンツは、結構僕にとってはいつものメンツって感じですかね。はい。あんまり、新しいキャラはいないですが。
まあ、こんな感じでやってますね。はい。で、この構成の欠点は、使用主軸でね、やってるんですけど、いかんせん超回心が出なくて、何回もやんなきゃいけないんですよね。特に孫作。使用はまだね、回心、バフとかね、回心率が結構高いので、まあ比較的超回心出るんですけど、孫作が本当に出なくて、そう。で、超回心出ないと、使用のリーダースキルだと、EB のね、余ダメアップが全くならないので、全然ダメージ出ないんですよね。はい。まあ、そこが大変で、普段だとね、だいたい孫作が超回心出なくて、なんかあんまり早く倒せなくて、もうめんどくさくなって途中でやめちゃうんですけど、今回は運よく、使用と孫作の超回心出るパターン、どっちも出るパターンが結構早い段階で引けて、まあ、まずまずのタイム出たんで、まあ、だから、まあ、比較的上位に残れてるのかなって感じですかね。はい。ただね、ギャンブル勢が強すぎるので、まあ、正直あんまり好きではないんですけど、自分でやってて。ただ自分の持ち駒だとこれがね、一番火力出るので、うん。まあ、こんな感じでやってますってとこですかね。はい。じゃあ上位の方の何名か見て終わりますか。はい。上位の方は、ああ、野牛ですね。野牛メイン火力で、使ってるって感じですね。はい。クリアタイム3秒なので、全員がスキル1使い終わって即終了って感じですかね。はい。僕はもう全然真似できない。僕の火力じゃね、全然真似できないので。はい。再現性はないですね。はい。E の方もほぼ同じかな？うん。サブパーティーちょくちょく違いはあれど、ほぼ一緒ですね。はい。3位の方見ますか？ 3 位の方、あ、3位の方仕様ですね。はい。まあ、1位、2位の方と比べると結構だいぶタイムに差はありますが、まあ、仕様でもまあ、やれなくはないって感じですかね。はい。で、全員も相方核ですね。はい。はい、はい、はい。4位の方もさっちゃん。さっちゃんじゃないや。みっちゃんですね。宮城ですね。あれ飛ばしたかな ?5 位の方は仕様。はいはい。6位の方も仕様。あ、意外と仕様も。うん。あ、これ僕だった。僕仕様。野牛。孫作。はい。まあ。野牛もしくは仕様って感じですかね。うん。まあ、ガチのガチなら、まあ、野牛。まあ、時点で仕様ってぐらいですかね。はい。まあ、スコアとそんな感じでしたと。はい。もうこれ以上やる気ないので、もう抜かれたら諦めます。はい。これで、切れないものはないんだから！そんな感じですかね。はい。ダメラン後半戦になったんで、まあそっちもね。まあ、一応、気持ちは10位以内目指して、頑張りたいと思います。はい。イベントはね、今回前半後半スルーしちゃったんで、うん。誰だっけ？加古園だっけか？加古園一人の、SR 一人で。まあ、200以内一応目指して頑張ろうかなと思います。前回はね、ちょっと追い込みかけきれなくて、久々に200以内逃しちゃったんで、今回はね、ちょっとおにぎりパワーで、頑張って、200以内目指していきたいと思います。はい。じゃあ、終わりますか。あ、その前に、前回もね、冒頭でお話したんですけども、僕がね、働いてる会社、まあ、エンジニアの会社なんですけど、今、絶賛、プログラマー SE 募集中なので、まあ、もしね、まあ、自分が興味あるとか、もしくは周りに興味ある人いましたら、概要欄にリンク貼っておくので、まあ、見るだけでもいいので、ぜひ見てくださいと。で、うん。転職考えてるよって人だったら、まあ、ぜひね、応募してきてください。はい。
そんなとこですかね。はい。じゃあ、今日はこの辺で終わりたいと思います。ではまた次回。バイ。